結論は龍二が堀川翔君のことが嫌いっていうことで、最初お前と、はい、まあ翔が責任者だったわけじゃん、龍二君が責任者だったわけじゃん、ちょっと嬉しかったらそれって書いてあった、なんかもうあいつらやつになんか考えて、今考えて行動してるのかなっていうのが俺のやつから来て、この顔でしょ、ほんとそうだった下の人間をその翔に従ってる感じはしないですよね、だからみんな、うん、自分中心に動いてるっていうか、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日何しに来たか分かるか、久しぶりですね、なんか久しぶりな感じが、久しぶりだね、なんかもう最近誰とも会ってないことがあるから、なんか週3本になったもんだな、はい、結構でも撮っとるよな、はい、ボスも作っとることがある、あ、そうなんですか、まあ、もうあれボスだなとか言ってな、はい、もうなんでか分からんぞ、いやでも一つしかねえだろ、自分の胸に手を当てろ、胸ぽっかり穴開いてます子供できて今一番ハッピーだから新婚で、もう新婚じゃないですよ子供、いやまあ 1,2 年だろ、え、もう2年ぐらい経ってます、まだ新婚っすよ、1歳2ヶ月、あ、1歳になった、なってます、まだだだろ、捕まりなしする、あ、歩いてますよ、そう、喋るママとかパパだよ、言う、分かってるのは分かってないですけど答えますね、そうやって喋れます、そう分かっていてるのは分かってます、一言ぐらいは喋る、全然喋る、だんだん軽がみだから、今が一番大事ですかね、じゃあ持ってたぞ、来るぞ、3歳ぐらい来るぞ、でもちょっと動けるよってめちゃくちゃ可愛いですよ、まあいいわ、今日はこの間動画上がっただろ、翔が責任者になって半年、え、いつの話ですそれ、まだ上がってないです、上がってない、はい、上がってない、はい、だいぶ前だな、撮ったまだ上がってないです、どう何ですか、まあ、じゃあ最初お前と、はい、まあ翔が責任者だったわけじゃん、で、まあ翔一人にしたわけじゃん、コメント欄も戦うってやな、龍二君が責任者の方がちょっと嬉しかったらそれって書いてあった、え、そんなことなかったんじゃない、嘘つけだよお前、見てるだろ書いてたっす、いやいや絶対聞いてる、いや、翔ならできるみたいな感じだった、翔ならできるみたいな、見たぞ、ちゃんと聞きしようんだ、いや、ちょこちょこ見てます、もっと俺のやつから来てこの顔でほんとそうだった、だから、見てます見てます、何を、いや、塗り替えどうしよう、嘘つけだお前、ちょこちょこ見てます、ちょっと気になったんだろ、いや、あいつ叩かれたなって、北総あったんだろ、お前そんな悪魔じゃないです、僕だどうなの、実際半年ここへ来て半年で、まあ俺はもう翔にも言ったけど、もうちょっともたりなと思ったけど、まあ、あいつはあいつに考えとるで、まあ、口挟むことないけど、まあ今口挟むとるじゃん、月に2回ピンクショップ、逆に口挟むんじゃない方がいいんじゃないかなって感じ、お前がじゃあ挟めよお前はいつもそばにおるんだもん、ね、いや何か僕が言ったら行ったら何かあいつも何かどうなんだろうなっていうか、まあでも意見のぶつかり合いって必要じゃない、なんかもうあいつらあいつになんか考えて今考えて行動してるのかなっていうのは見えるんで、だからそこに今口出してなんかあいつの頭がこんがらるぐらいだったらちょっとまだ黙ってとこいたから、ああだけど納得してないこともあるんじゃ、もっとこうした方がいいのにっていうのがあるんだ、まあ、細かくいい顔したぞお前撮った今細かくのでそれ細かくのちょっとちょっとちょっと言ってください、ちょっと顔で撮らんとお前なんでなお前はい今のだからね、じゃあ翔がやってるけど、はい、いやいやそうじゃないでしょみたいな、細かく言ったら気になることがちょこちょこある、例えばそれ言ったらダメじゃないですか、もう流されじゃないですか、いや細かいですよ本当に、本当に例えば、まあ、トラックをきれいにしろとかもあると思います、うん、基本あいつはなんていうんですか、もう多分段取りと、まあ、打ち合わせっていうだけしか多分今はないじゃないですか、下の指示するっていうよりも下はもう勝手に動いてバーッて、だけど翔はそのこの現場交付だから、この現場交付だからしか、その要点しか伝えないというか、言い切れてないみたいな、うん、あ、いや今日は初めてだけ言うて、いつも、うん、いいんじゃないですか、確かに言うやつから今日言うねえよお前言うねえ、喋るね、喋るね、お前言うやつ、まあまあ職長だったらもっと言ってもいいのかなと思ったら思います、翔だったら、あ、もっと言えいいじゃんって、それなりに納得、もうちょっとここレベルが低いなっていうとか、お前にとって足場なんで改善するべきじゃないかと思うところなんだ、まあなんだかんだ言って20人の初代だろう、そうそうそう、20人ぐらいだな、本人の知恵だよな、そうっすねそうっすねお前バカなもんじゃ何でもいいわ騙されてるわお前、僕は騙されてない3人だって本人の知恵は、3人集まりゃ本人の知恵って、いや本人の知恵今よく話よくわからんかったです今だからバカだから、でもそうっすねって言った、僕もその言葉わからないです、3人集まりゃ本人の知恵って何だよ、聞いたことないです、まあ本読まんねんだよ、本しか読まんもんね
当時しかやばい。ひたすら呼ぶのがで、はい、どう改善としたら、まあ別にその今やってるそのショーが何ですか、その見積もり作ったり、多分自分が抱えたその、うん、そのあれで見積もり作って現状していいと思うんですけど、まあ、あとは下の人間をそのショーに従ってる感じはしないですよね。なんか別にあショーが一応職長だからやられたことをやってますみたいな感じじゃないですか。中間管理職って感じがしちゃうか。なんかテレの時にちょっとボス感が出てきちゃったもんな、ね、最後の方が後半な、そこまではまだ行ってないな、確かにな、見とってもわかるな。管理職ってあれじゃん、はい、あまあよくコメント欄でも書かれるんで、まあよくあると思うんだけど、ザ管理職のやつってやっぱ、ま、上の顔色じゃないけど、はい、うん、会社だよな、中間管理職、はい、で中間管理職はしんどいわみたいな言う人もおれば、まあ、言わないと思う、ショーはそのタイプではないと思うんだけど、はい、そうやってどうじゃん、中間管理職が一番しんどいわとか言って、で絶対その上の方がもっとしんどいわって思うんだけど、はい、そいつが多分ね、なんか変にしたか信頼されてないから、はい、そいつの部下になりきってないってことだろ。そうそうそう。ああ、なるほどね。あ、いいこと言うね。じゃあお前の部下になるの。僕の部下でもないですよ。だからみんな、うん、自分中心で動いてるっていうか。ああ、いや、そうだな。協力のやつがいないな。そうそう、初めて気づいた。テラがちょっと上手くなって、あいつあんますごかったのかみたいな。あいつお前テラ好きじゃなかったの。好きか嫌いかって言ったら別に好きな方ですね。嫌いじゃないですよ。いい顔と言いましたよ。いい顔と言いました。絶対嫌い、うん、嫌いじゃないですよ、うん、絶対納得してなかった、あいつの行動。納得っていうか、あいつは自己中だったんだよ、本当に。うんうん、でもシャボスってそういうもんじゃないって。俺もそうじゃん、自己中じゃん。そうそう、だけどあいつは折れな、絶対折れないじゃないですか。折れることがなかった。ああ、間違っとる。間違っとる。しかも今言われて注意されて間違っとるって分かっとっても、それは間違ってないって言い切る人間だったね、あいつは。ああ、そういうことだ。そうそう。だからそこでみんなもついていけない部分もあったし。みんなの声を聞けてないみたいな。うん、ああ、なるほどね。結構挙句の果ていなくなりましたけど。やっぱ嫌いじゃん。嫌いじゃないですよ。総合的に好きって感じでしょ。こういうとこは嫌いなところはある。虫いたりしょっちゅうしますよ。明日も、今日も一緒に行きます。え、あいつ俺のメサだとずっと断ったのに。わかんないですけど、今日と、寺道と、トシ君、このみんなでなんかおちょぼ行ってる。動画撮る。動画撮るんですか。撮る。それは宮に行ってください。宮もいる。生ライブして。やばい。生ライブ素材がいっぱい欲しい。隠れて来ればいいじゃないですか。隠れて、ね、盗撮して来ればいいです。僕らは。カメラマンです。今日ちょっと本当に月末は夜はちょっときついですよ。なんとかします。ミオに頼むか。はい、ミオちゃんに頼みます。責任取るのお前だぞ。はい、あいつ絶対やらないよ。絶対やらんすよ。なんだかんだ言い訳作って絶対取ってこうもん。いや、1本だけちょっと頼むわ今日はって言って。はい、それで取ってきたことあります。いや、まだ頼んだことない。なんか言い訳作ってあーだったこうだったあーだったもう知らんねやみたいな感じだもんな。もうみんなに巻き込まれるね。みんなに巻き込まれるね。絶対うまいもんな。絶対なんかトレ言い訳つけるのめちゃくちゃうまいもんな。だから大してなんか真剣にやってないから。いや、やってない。これ流して大丈夫ですか。今のなんで。あ、大丈夫っす。はい、今の悪口って言われれば。はい。なんだよ、事実じゃん。だって毎回、あいつだとどうよって何回かあって。取ってきた時ありましたよ。家での方法をしようじゃん。まあ多分、でも、あいつ多分、休んだら絶対抜けとしよう、みんと思うよ。僕も見ないと思うんですよ。シャットダウンだと思う。シャットダウン。絶対見てないよ。自分の旦那が出てる時に何、多少見るかもしれないけどな。あ、そうか。で、まあ、ショートはじゃあ仲悪いっていうことで結論でいい。仲いいですよ。はい、視聴者の皆さん、結論。リュウジはテレビチのショーが嫌い。以上、終わり。終わっちゃったじゃないですか。まあでもね、良くなってきてるのか。まあちょっとやっぱ落ち着いたからじゃないですかね。現場量も正直減って、その大型マンションも少なくなったらバタバタすることなくなったじゃないですか。いや、そこそこ、まあ、もう悪くないじゃん。住宅が入ってきたからじゃないですか。数字が伸びると。そうです。うまく大型マンションが回ってなかったってことですね。ちょっと田中とかめっちゃ喋っとったんですけど、うん、ただその大型はいいんですけど、大型に人を入れすぎるっていうのが多分大きかったんですよ、うん、で住宅を切るっていうのが大きいから、住宅は回さなきゃいけなくて、その、うん、それに対してマンションをやらないと意味がないみたいな。現場を切ってたら売り上げなんて絶対下がる。あ、まあ、そうだな。それ楽になっちゃうな。断るのは楽だから。で応援使ってでも何してでもやらんとお客も離れていくし。そしてお前らが動いてんの。
その身内ばっかりもうチョコとか言ってるだけで、俺だったら身内と飯食わんじゃん。そうですか。あちこちでいろんな人と食事行くだろう。社長みたいにはやっぱでかくはないですけど、その自分なりに多分できる範囲である程度なんか顔出しとんだろう。動いたら動いてるんだ。ちょこちょこ話してる。喋ってるだけだから、その最後の一歩を何しないで。結構安排型だもんな。そんなことないですよ。そんなことあるよ、お前。喋ってそんなことあるよ、お前、ね、連絡がないとか。は最後の一歩、自分から連絡がないって言ってることじゃん。もう最後の一歩がないなって感じ。いや違うんですよ。自分が電話したから違うもんですよ。じゃあ本当です。連絡して連絡なくたけどかけたらもう落としてくれんとか。そうなんだ。家も行っちゃう。家まで。普通じゃないそれはもう。そこまでやるとやっぱトップ1割じゃないんだよ。トップ 1% だから。その手大事なしが、トップ9割もってしいな。トップ 1% の人が 90% を取る。はい。上の会社から例えば、はい、まあ、2000万あるとしたら 1% はその 90% だから、本当ちょっとの紙切れるんで、その 1% がそのここのラインで本当ちょっとのものだから、俺もちょっと気に入ってる会社すぐちょっと入れてるわけじゃんだろう。だからちょっとその最後の一言、その最後のじゃあショートに入れてみる、ただただただやるだけで、どうするんだ、詰めてかんと。大半の人が踏みづらいですよね、一歩が足りないですよね。そうそうそう、こうしたらいいのにっていうのがあるだろ、はい、でも最後の一歩ってやっぱりみんなそうなんですよ。みんなそうで、俺もそうだし、まあいっか明日でいいか、電話まあいっか、気づいたらもう3日4日電話してない、まあいっかもう電話であるだろう。あるだろう、正直あるだろう。そうそう、だからそこをやっぱちゃんとやれた人がその 1% 2% の中に 5% でもいいんだけど、まあ、バッて入って、でその人たちを10倍の利益を、だって売り上げって倍になったら10倍どころじゃないから、 20% 売り上げがあったら利益って10倍だよ、純利益だ。で今月がじゃあ2000万だったら、しかも2200万だったらどうなのって、人件費200万上がらないでしょって、残業とかちょっと増える、人気が増えてきて半分はもうでしょ。だから本当にちょっと完備一人なんだな、ラシバハットなら決算を取ったら月200万ぐらいから全然利益だ。まあ話がそれできましたが、まあ、結論は龍二が堀川翔君のことは嫌いっていうことで終わりましたので、ガッツリ終わらせてみたいな、次回なんかぐる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 もう2年間ずっと回してるこの全徳の話距離感しよう。まあでも、まあ、上がって成長してさ、まあ、結局同じことだからね、上がって成長して、まあそれはもうでも最初テラゴなんで大丈夫かな。ここ最近ちょっと変わってきたしな、あっ2枚か私は。まあ、言って成長する人間もいます。はい、じゃあ以上になります。ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。あと特定技能実習生、特定技能っていうのはもうその経験者。うん、まあベトナムなんか本当日本来て3年5年おった子たちが何万人っておるから、それからちょっと特定技能でも引っ張るとね、従業員としてやってくれるんで、ぜひそちらの興味あったら、あの7位のパートナーでやってますんで、ぜひ。声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。